皆さんこんにちは、島村楽器長屋パルコ店の立浦と申します。皆さんこんにちは、ローランドプラネットスタッフのドクター T です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね、ローランドさんから新たに発売されますアイラコンパクト S1 についてご紹介をさせていただきたいと思います。はい。ローランドアイラコンパクトはですね、ローランドならではのサウンドとノウハウを手のひらサイズで楽しめる新しい音楽デバイスで、2022年の5月にですね、 T8、J6、E4 という3機種が登場して、いずれも大変な人気を博している、音楽デバイスなんですけれども、ありがとうございます。この S1 はね、その第2弾となる、期待の新商品でございます。はい。はい。本日はですね、そんな S1 が一体どんな機種に仕上がっているのかっていうのを実機を交えてご紹介していきたいと思います。ということで S1 ですね。いや、待ってましたよ、途中さん。いや、ようやく。ようやく。第2弾が。アイラコンパクト第2弾モデル。はい、もう1年ぶりくらいじゃないですか。そうですね。はい。はい。アイラコンパクトの第1弾はね、この、今回持ってきてる T8、J6、はい、E4、はい。で、その続き、第2弾 S1 になるんですけれども、はい、まあ、T8 は、ローランドの TR と TB。をギュッと凝縮したモデル、はい、まさしくレジェンドリズムマシンとレジェンドベースマシン、はい、で J6 は10-60というこれまたレジェンド申請です ね、はいはい、ねにコードシーケンサーという載せたあのモデル、そうそうそう、まあ、それぞれ元になっているモデルがあるわけですよね。はい、はい、で今回のこの S1 も、はい、まあ、とあるシンセサイザーが元になっているっていうね、製品 S で始まってですよ。はい、オシレーターがこのクケイ波、ノコギリ波、サブオシノイズっていう構成でね、はい、もう分かる人は分かっているんじゃないかなと思うんですけれども。はい。はい。いや、まさしく、SH101 って、ローランドは1982年に発売された、うん、とってもですね、シンセサイザーの裾野を広げたレジェンドアナログシンセサイザーがあります。それをですね、踏襲しています。うん、うん。はい。そう。SH、ね、先日、我々も動画撮りましたけど、はい、SH4D っていうね、はいはいはい、デスクトップシンセサイザーありますけど、ね、うん、ローランドさん最近なんか SH 推しですね。熱がありますね。そうですね。やっぱりシンセサイザーのこう、裾野を広げたい、うん、やっぱりなんかシンセの世界とか、まあ、エレクトロなものに足を踏み入れてみたいってお客様はすごく多いなというのがあって、うん、やはりそれはやっぱりその SH っていう、うん、やっぱりそのシンセサイザーの役割を今一度見直すと、今回アイラコンパクトで新しいのを出すのにはふさわしいんじゃないかっていうことで、はいはいはい、やっぱり SH101 をですね、なるほどですね、はい、テーマになってますね。まあ、音作りのしやすさだったら、ね、まあズバリやっぱり SH ですよね。いやもう本当そうなんです。音作りがしやすいです。はい、うん、そう、 SH といえばね、このブティックっていうね、はい、SH01A っていうモデル、はい、ローランドブティックっていうシリーズがもうすでに出ていると思うんですけれども、はいはい、そうですね、この2つの住み分けっていうのはどういうところになるんですか？どっちもちっちゃい SH っていうので。そうですね、うん、はい、そうなんです。で、こちら、まあ、SH01A の方はローランドブティックシリーズですね、うん、で今回の S1 の方はアイラコンパクトシリーズっていうふうに、はい、ローランドでもですね、こう2つの違うコンセプトのシリーズになっていて、うん、で、まあ、SH01A の方はまさしく SH101 のこの側、デザインも含めて、もう一度手にしたいっていう人に向けたものなんですね。はい。この楽器、SH101 っていうシンセサイザーを、まあ、愛する方へっていうところですね、うんうん。はい。で、これはこれで素晴らしい。で、今回 S1 っていうのはですね、SH101 を踏襲しているんですけども、これからシンセの世界に入りたい人に向けているっていうこともあって、はいはいはい、はい、そこがちょっと違う。同じね、アナログサーキットビヘイビアっていう、そう、ACB の音源ですよね。ACB がベースでは下地になってるんですけど、まあ、ちょっとこう見てる方向といいますか、うん、これからのその先がちょっと違うっていうのがあって、はいはいはい、で、まあ、この後ご紹介すると思うんですけど、うん、こちらにしかないですね、まあ、新しい機能とかもあるので、まあ、昔の良きものとこれからの新しいものは両方楽しめるっていうので、ちょっとこれ違うという感じですかね。なるほどですね。これ楽しみですね。はい。では早速そんなレジェンドモデル SH101 をベースにした S1 アイラコンパクトですね、ご紹介していきたいと思います。はい。はい、外観はね、まあご覧の通り、はい、非常にコンパクトで、もうなんて言うんでしょう、もう手のひらサイズですね。はい。ですね。はい。で、他のアイラコンパクトシリーズと同じで、こんな風に
バッテリー駆動ができるですよね、はい、3時間かな、あの動くモデル、はい、でこの 3.5 ミリのミディインアウトと、はい、USB 端子ですね、ここから電源を供給したりチャージしたり、あとパソコンとつないでオーディオインターフェース機能なんかを利用したりね、することができる、はい、と、はい、ここにあのシンクですね、他の機材とかとつなぐような、昔のアナログとか機材とかモジュラーシンセとかとつなぐシンクインアウトや、オーディオの入出力を担当するインアウトがあるっていうので、はい、はい、で、でまあ LF をオシレーター、フィルター、はい、エンベロープですね、はい。はい。っていうところも SH と同じ。同じですね。それぞれ一個ずつっていうところですね。はいはいはい、でそういった、まあ、ここで音作りをして、それらを鍵盤で、この下の鍵ボタンが鍵盤なんですけど、鍵盤で弾いたり、はい、打ち込んだりしていくっていうのが、この S1 ですね。はい。はい。で、さらに今回はね、このエフェクトセクション。はい、これですね。そこですね。はい、ディレイと、リバーブのつまみがついていて、はい、で実はあのつまみはないんですけれども、中にコーラスエフェクトが入っていて、はい、実はコーラスもかけることができるんですよね。そうですね。はい。じゃあ早速いくつかこれパターンの初期プリセット入ってるんで聞いてみましょうか。はい。はい。あのこの中にね、あのパターン1個64ステップの64パターン入れられるんですけれども、パターンにサウンドが紐づいているので、はい。でまあいろいろあの管理が楽にできます。そうですね。はい。例えば。といった感じで、結構いろんなパターンサウンドがね、さまざまでしたね。SH っぽいものもあれば全然違うやつも ねあったり、今っぽいのもありました、ね。そう面白いですよね。そうですね。はい。じゃあちょっと一つ一つね、この構成を紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まずオシレーター、ね、はい、
シンセ詳しい人はもう全然飛ばしていただいて大丈夫なんですけども、このシンセ初めての人に、そもそもオシレーターって何なのっていうところから S1 を使ってご紹介していきたいと思います。はい。その S1 にはですね、このオシレーター矩形波とノゴキリ波とサブオシレーターとノイズっていう4つの波形があるわけですよね。はい。はい。例えば矩形波、こういう四角いね、あの波形の、はい。もう名前の通りですけど、矩形の波形を持っているものですね。うんうん、はい。実際に矩形波ね、あ、こういうもう そういう音ですよね。まあそういう音ですよね。ってことですね。もちろんそれ以外にもいろんなところで使われてるんですけども、こういう四角い波形ですよね。いい音だな、はい。で、ここのノコギリ波は、うん、まあね、ギザギザっとしたノコギリのような波形で、はい、さっきの矩形波よりも。はいはい、ちょっとね、倍音成分が豊かっていうか。そうですね。はい、音ですよね。はい。で、他にもサブオシレーター。はい。その、まあ、さっきの、矩形波と同じなんですけど、気温の1個、うんうんうん、あの、1オクターブ下とか、まあ、オクターブ選べるんですけれども、はい、あ、こんな風にね、はいはい、のあ、ちゃんと元の音との、オクターブ下の音。はいはい。2オクターブ下も設定できちゃう。ね、はい。すごい。ですね。で、ノイズはこういうね。あ、ノイズの音。SH101 だ、まさしく。こういう波っぽい。いい音だ。いい音だ。はい。スネアの音とかにもね、シンセで使われたりするんですけれども。そうですね。まあ、そういう4つの波形を使って、音を作っていけるっていうものですね。うんうんうん、はいはい。これが、矩形波。で、ノコギリ波を加えると、ちょっと変化していきますよね。ほんとだ。で、サブオシレーター、また変わってきた。で、ノイズ。みたいな感じで、音を作れる。うん。いやー、わかりやすい。はい。という、これがオシレーター。はい。で、表に出てないんですけど、このパルスワイズモジュレーション。こういう、まあ、普通の矩形波を、はい。ちょっとモジュレーションして、ね、はいはいはい、ちょっと違う音にしちゃうっていうのも、はいはい、もちろんできます。ちゃんとしてますね。はい。SH は、基本的に単音モノフォニックまさしなんですけれども、はい。はい、モノ。はいはい。この S1 はですね、うん、例えばモノから、モノですね。はい。ユニゾン。はい。で、さらにポリ、和音ですね。はい。で、和音が弾ける。弾けるんです。4ポリですね。4ポリ。あ、はいはいはい。はい、で、さらに、コードモードっていうのがあって、はいはいはい、指1本でコードになるんですよね。便利。みたいな感じで、結構。あ、ね、なんかすぐに使えそう。ね、音ができるんですよね。はいはいはい。ちょっと一からそのコードの作り方もね、軽くご紹介したいんですけれども。はい。このポリっていうところでコードにして、例えばコードを作りたいっていう時に、そのコードの、まあ、2、3、4は、まあ、重ねられる元の音に対して2番目の音を重ねる。はい。で、何を重ねる。例えば、キーですね。いくつ上のキーを重ねる、4つにしておくと、今、気温と4つ上の音が重なってコードになっているので、こんな感じ。なるほど。はい。で、もう1個、3個。3個目をオンにする。3個目は、この、7個上のキーなんで、こんな感じでね。はい。4個と7個キーが上の音が重なっているコードができました。あ、便利ですね。みたいな感じでできる。ね、楽器別に鍵盤弾けなくてもすぐに、はいはい。ね、ですね。使えちゃいます。はい。はい。だから、例えばですよ。はい。まあ、これ、ワンルームでディスコで仕込んでますね。こんな音も、まあ、できるわけですよね。はい。で、他にも、ポルタメントとかのオン、オフ、ここで切り替えができるので、はい。オンにして、ポルトメント、ちょっと、ワーンってかければ。
みたいな感じで。いやもうすぐ使えそう、これ。結構ね、うん、簡単にできちゃうんですよ。そうですね。はい。で、これぜひご紹介したいんですけれども、はい、この S1 に新しくですね、ドローとチョップっていうオリジナルの波形を自分で書いちゃったり、波形にチョップを入れて、はい、全然元の波形と違う形にしたりするっていう機能もついてるんですよね。はい。これ、ね、これが新しい。新しいですよね。はい、ドロー。まあ、ドローの方はですね、こっちからもアクセスできます。ショートカットもあるんですけれども、矩形波、さっきの四角のこの、はい、この波形を、ちょっとカスタマイズして、オリジナルの波形を書くっていうものなんですけれども、はい、このセクションですね。まさしく。はい、シフトをしながら、ここで、スロープとか、ステップとかね、うん。はい。はい。これ、オフの時だとこういう四角い波形なんですけど、はい。ステップかな。こうすると、ちょっと階段状の波形に三角の。ああ、なるほどね。はい。あ、見る、わかりやすい。ちょっと階段状のギザッとした波形になってますよね。はい。はい。はい、他にも、スロープにするともうちょっと滑らかな波形になるんですけれども、はいはい、ちょっと、今回はね、この、ステップの方でやろうと思うんですけど、この階段状の波形ですね。はい。ドローっていうところからフォームってなると、はい。この波形を16分割したい、はい、いるんですけれども、はい、これを押さえながら、どうですか、波形がちょっと。変化してますね。はい。切れ込みを入れるみたいなね。そうですね。はい。で、波形を書いちゃうと。うんうん。なんかこう適当に、ね、やったら、ね、やってもちょっと上手くなりますね、これね。ギザーってなった音になるんですね。音色が変わりますね。はい。これで結構、するとさっきの普通の矩形波が全然違う音に、うん、これ面白いですね。なっちゃうんですよね。あ、さっき作ったこのオリジナルの波形に、ノコギリ波とかサブ星を混ぜるという。はい、みたいな感じで全然ちょっと SH らしからの音にしちゃうっていうか、はい、うん、できる。いや、これめちゃくちゃ面白いですね。はい。で、他にもチョップですね。チョップ、これもこれはですね、矩形波だけじゃなくてノコギリ波とかサブオシレーターとかノイズとかも使うことができるんですけれども、はい、例えばこの音で、チョップってやって、このスクエア波、矩形波ですね、矩形波に見ててくださいね、はい、チョップを入れてく、はい、刻みを入れるっていう、はい、この16、同じく16分割されてる、まあ、チョップ入れすぎるとまあ音出なくなるんですけど、うん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 、な感じで、あ、まあ適当でもいいですね、これね。はい。で、他にも奏波、はい、ノコギリ波にもチョップを入れる、うんうん、でサブオシレーターにもチョップを入れる。ああ、チョップはそれぞれできるんですね。そうなんです。さっきのドローは矩形波だけを使うんですけれども。はい、はい。はい。ノイズも、チョップをする。ノイズチョップしてもちょっとよくわかんないですけど。それを全部混ぜると。新しい。ね、うん。こんな音になりますよね。これは面白いですね。はい、結構ね、いろいろできちゃう。その周期をね、変えて。なるほどね。金属的な音にしたりとか、うん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 、めちゃめちゃシンセしてるんですよ、これこれ新しくないですか、はい、これそう、ドローとチョップめっちゃ面白い、これだけで結構ね、ずっと遊んでられる、そうそうそうですね。はい。で、 LFO はね、はい、元のこういう音を揺らす、はい、この決めた波形で元の音をもう何かしらの波形で揺らすっていうことができるんですけど、例えばさっきの矩形波を、この四角の波形を、この矩形波で揺らす。となると。はい。まあこんなね、すごいゲームっぽい、チップチューンっぽい音がしますよね。はい。で、シフトで、ここで、はい、ノーマルの LFO から高速 LFO でね。うん。変えることもできるので、本当音色みたいになりますね。はい、ですね。なので、ちょっと金属的な音作りができたりとか、はい。まあこのランダムっていうのも入っているので、ランダムなんかは結構、はい、昔の昭和のロボットとかね、ロボットのイメージですけどね、これ。はい。なんかね、はい、よく使われてた音ですよね。そういうのがね、音を揺らせるセクション、はい、ですね。
で、フィルターとかエンベロープはね、フィルターはもうご存知の通りですけれども。フィルターはこういうね、音をフィルターする。まあ、滑らかですね。はい。まあ、LF をそこに当てることもそういうことできますし、うんうん、じゃあさっきの LF をですね。はい。これで音の明るさとかね、レゾナンスで音を強調したりとかできます。はい。はい。で、それをそのアタック、ディケイ、サスティン、リリースで時間的変化を作っていく。はい、短いから伸びる。リリースタイムを伸ばして伸びるっていうね。はい。こういうシンセの基本的なことができます。バッチリですね。はい。フィルターは自己発信って言って、まあ、音がない状態でも、はい。はい。自分でサイン波を出す。うん。こういう波のね。はい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 。滑らかな波形を出してくれるので。そうですね。はい、うん。で、それを使って、今、この状態だと、どの音を弾いても、音程変わらないんですけれども、はい、キーフォローですね。キーボードフィルター。あ、はいはい。ですね。キーフォロー。ちょっと入れておくと、はい。みたいな感じで、できちゃって。音階できちゃう。はい。これにリバーブ入れるだけでも。あ、もう。もう結構、ね、うん、できて。いや、これ使いたい、ね、これ。口笛の音とかね、昔の、はい、名手たちは使ってたわけです。名手たちはね。で、こういうのを、例えばこれを使って、はい、こんなこともできるわけですよ。アルペジエーターが入っていて、はい、アルペジエーターもランダムとか、いろんなパターンがあるんですけれども、ランダムにしておいて、これをホールド。こんな感じで。うん、めっちゃいい音ですね。これだけで結構、うん、ここにノイズを入れてみてもね、あ、いいですし。すごいいい音だ。特にさっきの ADSR ですね。はい、音の短さをちょっと、はい、うん、うん、ちょっとみずみずしい感じにしたい、うん。切れ方もいいですね。うん、できるっていうね、うん。めちゃくちゃいい音だ。はい。さっきのオシレーターだけじゃない音作りっていうのも、うん、この S1 できちゃうわけですよ。新しいとこですね。はい。ごめんなさい。で、ね、今使いましたけど、このエフェクトセクションもあるわけですから。はい。リバーブとか、はい、ディレイとか。これね、ディレイも中の設定に入っていくと結構いろいろと、うん、数値を。まあ、ショートカットでもね、こういうディレイのタイム、まあ、タイムというか、まあ、そうですね。変えることができたり、うん、はい、まあ、リバーブの量なんかも変えられるんですけども、うん、リバーブも7種類入っていて。はい。はい。で、こういう、例えば、この中にですね、コーラスもあるので。実はね、隠れてる。そう。コーラス。コーラス。はい。はい。で、コーラスオフからオンにして、ちょっと弾いてみてもらっていいですか。はい、に、わかりやすいように区形派選びましたけど、これにコーラスをかける。こういう。うん。に、めっちゃいいコーラスですね、はい、これね、はい、4種類ですね。速度の違ったり揺れ方の違うコーラスが入っています、うん、あ、これは使える、はい、そういった音ね、複合的にリバーブとコーラスとかディレイとか、はい、みたいな感じで、あ、ただの区形派でも、はい、そういったちょっといろんな音作りができちゃうっていう。うん、いや、そう、奥深いですね。そうそうそう。シンセの波形というものがね。はい、遊べますよね。遊べますね。で、こういった音を使って演奏するもよしですし、はい、このステップっていうところで、はい、この中のシーケンサーでですね、はい、録音して楽曲制作に役立てるっていうのも結構できちゃう、ね。できちゃう。はい。はい。ちょっとこれもやってみましょうか。はい。で、まあ方法としてはね、一個一個打ち込んでいくっていう方法もあれば、リアルタイムに打ち込むっていうこともできるんですけれども、はい、例えば、再生と録音ボタンを押すと、もう録音ができて。そうですね。一応このラストステップですね。はい、どれだけの長さで撮るのかって、今回はちょうど16ステップで分かりやすくやっていくんですけど、これで。ああ、1小節ですね。はい。まあこんな感じで撮れるわけですけれども、やっぱり、まあ、
これだと分かりにくいと思うんで、一応メトロノームなんと入っているので、これでレコーディングするときだけメトロノーム入れたり、至れり尽くせり、はい、あの再生するときにもあのメトロノーム入れたりっていうのができるので、でこのメトロノームのボリュームなんかも変えられるので、はい、はい、これでリアルタイムレックするとね、うんうん、鍵盤の時なんかも、あ、鍵盤弾く人なんかも。はい、これ入ってますよね。簡単。はい。で、さらにこの弾いた後でもこのステップを押しながら、はい、見えますかね。あ、ノートが変わりましたね。はい。みたいな感じで変えられますし、うん、押しながら変えられるのは別にノートだけじゃなくて、はい、D モーションというところを押すと、はい、そのボリュームであるとか。ゲートタイムの音の長さですね、はい、とかこのステップがどれぐらいの確率で発音するのかっていうところとか、はい、あとサブステップリズムとかでも塗り方を変えちゃうみたいな、はいはいはい、ですね、トゥトゥ、あ、そう今入りましたね、2個、はい、このトゥトゥ、うん、ちょっといろいろ変えてみるとトゥ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 ル、はい、ちょっと印象的なシンプルなフレーズでもこういうのを入れていくとね、印象的な感じにできますよね、いい音ですね、はい、そういうのができちゃう、結構シーケンサーですね、素晴らしい、はい、別に今みたいな感じでもできますし、はい、なんか録音ボタンを押して、このステップ1のステップにはこういう風に入れて、はい、4のステップには9のステップには適当ですけども、うんうんうん、っていうのができますね、ステップごとにね打ち込みできるんですね、はい、そうなんです。例えばなんで、あ、こんな感じであらこれしかもシャッフルとかを入れてみて、いやこれ ね、いいですね、知ってる人はこの音をね、知ってるかも、まあ、いいか。こう、クケー派で乗れるわけです、はい。そう。ね、他にも。こういう。歌はね、持ってますね、もう。いや、ね、遊びますよね。めっちゃ綺麗。はい。っていうようなのもできるわけですよね。いろんな方法で入れ、はい、な音を入力したりね、はい、弾いたりできるわけです。はい。はい。で、シーケンサーにはですね、モーション。っていうですね、つまみの動きを記録できる、はいはい、ものも、ね、ね、音以外にもですね、そういったつまみの動きを記録できる機能があります。はい、で最大8個までつまみの動きを記録できるので、うんうんうん、結構作ったシーケンスを感情豊かにさせることができますね。やり方も簡単で、シーケンス流しながらこうやって録音ボタンを押すと、動いてますよね。ああ、変わった。はい、まあこんな感じで8つまで登録できます。はい。ライザーっていう機能もご紹介させていただきたいんですけれども、はい、これ結構面白くて。面白いですね。はい。このシフト1、2でショートカットでアクセスできるんですけれども、これオフの状態だと、はい。まあ普通にこのノイズの項目で、ちょっとやってみますね。はい。ノイズが出る。ですね、普通のノイズですね、はいはい、ただこれをシンクするとこういう風切り音が回していくごとに風切っていって、あるところとかからそういう BPM に合わせて、はいはい、テンポ同期してますね、はい、風そういう風切り音なんていうんですね、ありますよね、はい、エレクトロミュージックでね上がっていくこれ使う、はい、もうできますし、例えばこれもう一個変えると、はい、こういうなんか DJ プレイとかでは結構よくありますよね、うん、よりちょっと細かい切れ方は細かいですね、はい、そうですね、うんうん、でさらにこっちだとパンを振った切れ方、あ、なるほど、左右で、カタカタカタ、ね、面白いですよね、これ広がりが出ていいです ね悠々白書の、ね、イントロみたいな
おじさんじゃないと分かんないから。だってだって。そう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 。いやね。すいません。いきますね。これをシーケンサーの中で使ってみるのもまた面白いわけですよね。はい、例えば。あ、いいですね。こういう風に高まっていく感じを。いろいろな表現にね使えるわけですよね。はい、はいはい、めっちゃ面白いと思います。面白いです。はい、もう一つ D モーションの機能ですね。はい、これですよ。来ました。 SH4D から登場したね。そう、時代はね、そう、これからは D モーションの時代です。そう、 D ビームじゃなくて D モーションの時代ってね言ってましたけど、そう、この S1 にもちゃんと乗ってきた、ね、乗ってきた、やった。はい、これはですね、中に何かっていうと、中に入っているモーションセンサーを使って傾きで指定したパラメーターが変化するっていう、すごいユニークな、はい、ものなんですけれども、はい、実際ちょっとやってみますね。はい、ここで、シフト D モーションで、ロールとピッチっていう、二つ。はい。X 軸、Y 軸みたいな形でできて、ね、横に傾けるのがロールで、はい、この、前後に傾けるのがピッチなんですけど、例えばロールにフィルターのフリケンシーを割り当てて、はいはい、ピッチに、じゃあ、ピッチベンド割り当てて、うん、それぞれが、センス、それぞれのセンス、感度ですね。そうですね。傾けたらすぐ変わるのか、ゆっくりというか、あんまり変わらないのか、みたいな。うんうんうん、ここはそれぞれ5とかにしといて。はいはい。これで。で、ここですね。この D モーションボタンを押しながら。押しながら。変わってますよね。あ、すごいすごいすごい。ちょっと、はい。この数値も動いてるのが。わかりますね。はい。これが D モーション。ですね、これがパラメータを、はい、割り当てられるので、ただただ、はい、テーブルトップで打ち込むだけじゃなくて、うん、ちょっと動いて、うん、そうですね、はい、うんうん、ちょっと感情のままにね、そうですね、使うのもいいんじゃないかなと。いいですね、はい、なんでこれはなかなかね、新しい、うん、これ新しい、はい、音楽デバイスとして、うん、ね、で今 D モーションね、押した時だけ、はい、D モーションがかかって離したら止まるっていう仕様だったんですけども、これもメニューの設定からですねオンにしておくと、こんな風に離してもかかり続けて、あ、はい、 D ラッチ、もう一回押すと、はいはい、かからなくなるっていうような設定ができるので、うん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 、便利ですね、はい、どっちでも、はい、使えちゃいます。はいはい、いかがでしたでしょうか。本日はローランドさんの新しい音楽デバイス、はい、S1 アイラコンパクト S1 ですね、ご紹介させていただきました、はい、いやもうこれたまりませんね。めちゃくちゃ面白 い、このサイズにめちゃくちゃ詰め込んで、そう、凝縮されてますよ、本当楽しさが。すでにシンセも持ってるよとか、アイラコンパクト他のを持ってるよっていう人はもちろんですけれども、はい、個人的にはこれからシンセチャレンジするよっていう人にもめちゃくちゃいいんじゃないかなと。おすすめですね。はい。ぜひいろんな方にね、使っていただきたいなと。もう、例えばね、ステージピアノとかね、ああ、ファントムみたいなシンセ持ってる人、小脇に置いて、ね、ミディでね、ね、使い回りますから、ね。はい。いろんな活用法ができる、もう素晴らしい機種じゃないかなと思いますので、うん、はい、ぜひ皆さん、ご検討ください。ぜひ。はい。本日はありがとうございます。ありがとうございます。